岸田コイン、はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。5月28日土曜日、はい、5月もね第4週目ね、無事営業を終えることができましたので、先にね結果発表していきたいと思います。前年2021年対比 116.8%、 前年対比 116.8% でした。2020年対比 119%、 2020年対比 119% でした。コロナ以前の2019年対比 94.9%、 コロナ以前の2019年対比 94.9% でした。ということで、まあね、振り返りますと、まあ、5月はですね、ゴールデンウィークはね休みなしでやってましたので、まあ、そちらの方でね営業日数が、まあ、例年より多いにもかかわらず、まあ、この数字なので、まあちょっと悲しくなりますよね。はい、まあ去年とね一昨年はまあなんとか超えてきましたけれども、まあ悲しいのはね、まあ売上は値上げしてますので、普通に上がっとかないと本当はダメなんですけれども、まあ、2019年対比で言ったらですね、まあ、2019年はね昼のお弁当もやってませんから、夜の売り上げだけも勝ってないということなので、まあまあ、どれだけねやばいかっていうのが、まあ、分かる数字が続いておりますという感じですね。でゴールデンウィーク明けはまあ、ちょっとねゴールデンウィークちょっと緩んだ感じでね、もうコロナも終わったかみたいな感じでね、財布の紐がね緩んで日常に戻るんじゃないかというね、まあ、ちょっと一瞬、期待もありましたけれども、まあ蓋を開けてみたらですね、もう平日は完全に死んでおりまして、まあ、週末ちょこっとあるぐらいですかね。まあ今日今週も、まあ平日ダメで、まあ、金土金曜日もねギリギリ白星で、で今日もね昼夜合わせてギリギリ、プチ炸裂ぐらいなので、まあ先週と比べたらねだいぶ身を取りするような数字に、なりましたという感じですね。はい、もうなんか平日はねこれ休んだ方がいいんじゃないかなっていうぐらいのね悲しい数字が並んでおりますので、もう本当にねちょっとやばいかなっていう感じですよね。はい、でまあここまでのね1,2,3,4,5、まあ、まだ5月終わってませんけれども、5月のね、まあ、この28日までのね、まあ、数字見てみますけれどもね、まあ、1,2,3,4,5の28日までの、ここまでのね売上トータルで見ますとね、ほんとやばいですよね。はい、まあ、今年がねどれだけやばかったかっていうのはね本当に、ありえない数字がね出てますので、まあ時短営業等もありましたからね、またその協力金等のねあれも含めたら、まあ順利で言ったらねまた変わってきますけれども、まあ売上の数字だけで言ったらですね、もう本当にボロボロやったなっていうね、前半戦ですよね。はい、でまあここまでね終わりましたけれども、じゃあここから伸びてくるかとね言われたらうーんっていう感じですし、まあリザヤはねこれから、まあ、6月もなんかずっとね値上がり、値上げ値上げ値上げとねいろんなものが上がってきたりとか、まあ手に入らないものもね出てきますよとかね、まあそんなこともありますからね、まあ、売り上げは伸びない、リザヤはね、さらに減るという環境になってきますし、まあ参院選後のねまあ8月とか7月8月以降、まあ本命は10月ですよね、穀物類の値段がガンと上がるのが10月と言われておりますので、まああと電気代とかが10月秋口ですね、秋口またドーンと景気がね傾きそうな、もうなんかイベントがねもう目白押しになってますので、まあ、そこがねもう恐ろしいなという、ことしかないですよね。まあそんな中ね、まさかのね、今までね円安がね、まあ、円が売られまくってて、
もう円オワコンっていうふうにね、まあ、海外も、まあ、日本でもね思われておりますけれども、一時期なんかルーブル以下やと今もかな、言われておりましたけれどもね、それをね皮肉って、円のことをですね岸田コインってね、まあ、ツイッターとか、まあ、海外とかでもね言われてたり、こうディスられてたんですけれども、まさかのね本当にね岸田トークン自民党ね作っちゃいましたということでね、あそこ行くっていう感じでね、ちょっとね本当になんか、もう笑う通り越してね呆れ果てた感じすら、しましたね。まあそのねメタやら NFT やら、まあそういうのをね、政府が率先してね取り組んでますよっていうのをね表すために、まあその岸田トークンっていうのをね、あと小泉、新次郎トークンとかね他の閣僚等のトークン NFT ね、作りましたよっていうのをねやってますけれども、いや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 、もうねツイッター上ではねもうもともともう岸田コインあるしみたいなね、まあそんなね、もう失笑しかね流れてきてませんでしたけれども、なんかね本当にね悲しくなるし、その国民とのねなんか温度差っていうかね乖離が凄まじいなというのをね改めてこのね岸田トークンのニュースを見てね改めて思いましたという感じですね。はいはい、まあね、まあそんな政局やらまあ大きいね、ことにもうなんか一喜一憂するのがねアホらしくなってきますけれどもね、もう本当に今をねどうやって生き残ろうかっていうのはね、まあ、そんなステージにね本当に入ってきておりますので、まあ、この平日のねボロボロぶりと、まあ、これで平日もないで週末もないってなるともう本当にねやばいなという感じですよね。であと昼はまあ本当にもう売れないので、もうただやってるっていうね、まあ、個数絞って売れる、個数しか作ってないのでもう、ね、やらないよりはやった方がいいというレベルの、もう本当に普通の会社だったらもうとっくに辞めてるレベルだと思いますけれども、まあワンオペと、まあ、うちのねちっちゃい規模の店からしたら、まあそのね、1日、その数千だとしてもね、まあ、それが、1月半年1年とねこれ計算してみるとやろうってなるわけなんですよね。まあ、ただこれがねまた6月以降また原材料費上がってきますので、まあ、そうなってくるとねどんどんまたリザーがねなくなってきますので、より一層ね昼も合わなくなってくるなっていう感じなんですけれども、まあ、相対的に周りのね、まあ、そのコンビニと、スーパー等のお弁当、あとホットモットかな、も値上げね、しますよみたいなねニュースとかも出てきてますので、まあ、相対的に周りの値段がね昼のランチおよびお弁当の値段が、こう上がってくるとですね、まあ、相対的にトリマン弁当が、まあ、ちょっとね割安感が出てくるから、まあ、それで、まあ、ちょっとね、戻すかなというか、まあ、やる意味があるかなって思うんですけど、まあ、その頃にはね、まあ、うちももうその今の値段じゃやっちゃおれないっていうレベルに多分なると思いますので、また値上げかなと、まあ、それかもうスパッとやめてもう夜に集中して夜をちょっと改革というかね手こ入れして、まあ、そっちで、リカバーする方向にね、もう今だと昼をやるとですねもう夜はもう本当に、回してるっちゅうだけというかね、感じになっちゃいますので、もう昼終わった時点でね体力尽きかけてますので経年劣化でね、ですので、まあ、それをちょっとね、まあ、切り替えて夜一本で、食っていくっていうのにねまた戻して、体力もね、まあ、夜だけならね全然余裕で持ちますので、まあ、そっちでやるっていうのもね、まあ、ありかもしれませんけれども、まあ今のところはまだね、やらないよりはやった方がいい、売り上げ欲しい、まあそこをね、目先のね、売り上げが欲しいが勝っちゃってるんですよね。なのでまあちょっとね本当に日々葛藤のね中でやっておりますけれども、まあね
売り上げ欲しいですからね。ないと回せないからね、支払いもできないから、やっぱりちょっとねそこを追っていかないといけないとなりますし、まあ、これ以上ね、売れなくなっちゃうと、もう午前中どっか出稼ぎに出た方がいいんじゃないかっていうね、また選択肢も出てきますけれどもね、まあどうなるかなっていう感じですね。まあまあ6月、まああんま良くないでしょうかね。また梅雨入りした時にね、まあ弁当の売り上げもまたさらに落ちるやろうし、夜もね、落ち込むでしょうから、まあ6月ちょっとまた地獄を見そうなんですけれども、できればね5月はもうちょっとね、あの上振れしてね終わりたかったなと。5月ちょっと貯金作ってね終わりたかったんですけれどもね、ダメでしたね。であとね、あの週明けは月火で、で終わりですからね、30、31で、5月営業ね、終わりますので、まあ平日のね、月火じゃまあなかなか白星すらもちょっとね危うい並びになってますので、ああちょっと終わったかなという感じなんでね。昼やって値上げしてね、まあ、原材料ね、高に伴って値上げさせていただいて、で今の売り上げだとですね本当にうーんってなっちゃいますね。はい、まあそんな感じです。まあ今日でね、まあ、ほぼ終わった感が出てますけれども、まあ残り2日ありますのでね、まあ、奇跡的に、炸裂超炸裂ね1本でも出たらいいなという感じでございます。はい、でまあ、ちょっと6月はね、物価高もありますし、値上がりね、バン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 値上がりしますので、あと、まあ、本当にね、流れてないなと、人の流れがね、もともとないんですけれども、本当にちょっとお金をね、使わない習慣、まあ、使えないって言った方がね、お金がないから、給料上がってないから、まあ、本当にね、庶民はお金使えない状態になってる。あと、生活防衛でもう、絞ってるってね、あの線をね締めてる、財布のね、紐を締めてるというね、流れになってきてると思いますので、ちょっとね、まあ居酒屋業態ね、より一層ちょっとね厳しくなるかなっていうような流れですね。あとはちょっとまあね、トレンドを変えるというかね、まあ分岐点としては、まあ7月8月のね、花火大会と、まあ、あとはね8月の、お盆のね、ゴールデンウィーク、まあうちの店でいうところの一番ね8月が、通常であればですね、あのコロナ以前であれば、1年間で一番売り上げを、上げれるね月なので、まあそのね7月8月でどれだけね、まあコロナの縛りなしで営業して、まあ、どれぐらいね伸ばせるかっていうね、まあ本当に夏の天王山じゃないですけどね、まあ、そこでこけたらもう今年終了っていうね、もう早くも終了っていう感じですよね。ですので本当にね、まあ売り上げだけで言ったら、まあ今年のね夏、まあ、それがテーマであるのと、まあ水道光熱費がね今から上がりますので、まあ、それでね夏の電気代等もね水道光熱費もどうしても上がりますから、まあそれで利益がね操作されちゃって、まあ儲からないというか金が残りませんよっていうねオチが一番怖いので、まあとにかく売り上げをね作らないと、支払いできなくなっちゃうよというようなね、まあ店がね、まあ、全国つつうらうら出てくるんじゃないかなと思いますよね。まあ、東京とかね、まあ、ずっと時短営業とかね、まあ、協力金とか、まあ、いわゆる協力金バブルがあった地域はね、まだ余力があるかもしれないですけど、まあ、下関とかね、まあ、本当田舎の方はですね、時短営業とマンボウ等がね、発動、まあ、下関って実質ね、2ヶ月か、2ヶ月しかね、2ヶ月じゃないか、1ヶ月か、今年は1ヶ月、以前も2回か、まあ、トータル3ヶ月くらいかな、3ヶ月 ?2 ヶ月かな、まあまあちょっともう記憶がね定かではありませんけれども、まあほとんどなんかそのバブルと言えるほどね、ただ単に本当に支払いに消えたっていう店が多かったと思いますので、
まあ余力はね、あるところはまあほぼないと思いますので、まあここでね、キリキリっとなってきますと、一気にねバタバタっとなんか終了を迎えるね、お店も出てきそうな流れになってきますので、ちょっとねやばいかなと思いながら日々を過ごしております。はい、まあそんな感じですね。まあでもとりあえずね、あの目先、まあダメなのはね、もうこのコロナ禍でね、まあ、ずっとダメなわけなんで、まあ、あとアフターコロナとね言われて、まあその2年前からまあコロナが始まった頃からアフターコロナになったとしても、ね、コロナ以前の7割経済になりますよっていうのはね、もうこのずっと言われてきましたけれどもね、それプラス、物価高ね、コストプッシュインフレ来てますので、7割7割やったらいいんでしょうけどね、もっと下がるかもしれませんからね、さあどうなるかなという感じですね。はい、まあそんな感じです。まああとね2日ありますから、なんとか奇跡をね祈りましょうという感じですね。はい、でまあまあ気をね強く持っていきましょう。はい、終わります。